どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾です。はい、今日はですね、飛びつくワンちゃん、どうして飛びつくようになっちゃうのということで、今日はね、飛びつく犬代表でね、ジェット君と一緒にお話ししていきたいと思います。飛びつくワンちゃんっていうのは、やっぱりね、飛びついちゃうっていうのはちゃんと原因があります。で、なんで飛びついちゃうかっていうと、まずね、飛びつきやすい子と飛びつきにくい子がいますね。みんな飛びつくわけじゃないんですよ。で、飛びついちゃう子に関しては非常に人に対して慣れている、好きね。で、またフレンドリーな個体が多いで、代わりにね、人との距離がやっぱり近くなってくるから、どんどんね、人の近くに近くにってなってくると、ジェットおいで、こういうね、飛びついちゃうっていうのが出てくるみたいなね、こういうのはもうやっぱりどうしても出てくるよねっていうのはあるんじゃないかなって思っておりますね。で、これもジェットなんか特に分かりやすい、こう人が大好きで、こう常にほらね、どんどんこう来たいよっていう子たちですね。あかりちゃんみたいな子たちは飛びつくの教えてこうと思っても覚えてくれない子もいれば、飛びつくのやめさせたいんだけども飛びついちゃう子もいるね。なので、まずは飛びつきやすい子、特に大型犬とかで飛びついちゃうと困るよねってなってくると、どうしていったらいいのかなっていうのをね、お話ししていきたいと思います、ね。まず飛びつく子の特徴の一つとして、さっきね、すごく人懐っこいって話をしたんですけども、もう一つあって、飛びつきやすいっていう子はエネルギーが非常に高い、元気な個体の子たちが多いっていうことですね。なので、この子たちの場合はどん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 遊んであげる、構ってあげるようにしていかないと飛びつくようになっていくよってことですね。飛びついちゃう子の場合って、なんか飛びつくから遊びを控えさせたりとか、サークルに入れるとか、特にね、ちっちゃい子たち、小型犬の子たちなんかの対処だと特にやりがちじゃないかなと思うんですけども、ジェットを1日で見てると午前中が比較的に飛びつくことが多い。なんでかっていうと、エネルギーが高いから、ちょっと会った時にやっぱり興奮しやすいってことですよね。で、午後になってくると、運動をたくさんとってくると飛びつくっていうことが減ってきます。ある程度運動することによって落ち着いていくっていうことですね。で、最初に飛びつく子たちの場合って、飛びついた時に構っちゃうからって思ってるかもしれないけども、ワンちゃんたちはもう飛びついてる時点でもうすごい楽しかったりするよねっていうことがあるんじゃないかなと思っていて、最初の本当に子犬の時期で本当に飛びつきやすい時期っていうのは、なんか飛びついた飛びついてない関係なしに、たくさん運動したりとか遊んであげたりとかすることによって、コミュニケーションで満たしてってあげたりとか、もうそこがすごい大事だと思うんですよね。ワンちゃんも、あ、一緒にいられてよかったなって思うようになってくると、少し離れてくるんじゃないかなと思っていて、もしもトレーニングするならそこからなんじゃないかなって思っております。で、そこである程度ワンちゃんが落ち着いてきたら、そこで初めて飛びついてきたからちょっとほっとくようにしたりとか、一瞬だけどやめたから構ってあげるようにしたりとか、なんとなくそこで、あ、ワンちゃんたちが、あ、こっちの方がいいよねっていうのが分かるようにしてってあげるっていうのがすごい大事で、私たちどうしても飛びつくことに対してなんか罰を与えてやめさせていこうって考えちゃうことが多いんですよね。叱ったりとか、ダメって言ったりとか、なんかワンちゃんにとってデメリットがあるから飛びつかないように教えてこうねっていうふうに考えちゃうことが多いんだけども、でもそうじゃなくって、ワンちゃんたちがやっぱり自然に飛びつく回数が減っていく、あんまり飛びつかなくなっていくようにしていくよねってなってくると、ある程度運動をたくさん入れてあげたり、コミュニケーションをたくさん取ってあげたりすると減っていくんじゃないかなと思うので、本当は飛びついちゃう子ほどガンガンお散歩連れてって、ガンガン遊んであげて、控えてる場合じゃないと思うんですよね。どんどんやってってあげていくと、落ち着いてきたから、じゃあそこに対して、飛びついた時と飛びついてない時で何か変えていこうかっていうので、いい子にしてる時に遊んであげるとか、いい子にしてる時にお散歩連れていくとか、いろんなことしてってあげるうちに、どんどんワンちゃん整っていくんじゃないかなと思いますので、何しちゃいけないかじゃなくて、何したらいいかっていうのを教えていくっていうのと、ワンちゃんがあとは自分で判断できるようにエネルギーだったりとか、ストレスとかをね、こちら側である程度発散させたりしていきながらコントロールしていくっていうのが大事になってくるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、皆さんもね、そんな風にしてやってみてください。 はい、というわけでね、ワンちゃんと一緒に暮らしていく中で、安全第一なのでね、いろんな人に飛びついちゃったりしても困るよねって言っても、でも飛びついちゃうワンちゃんの飼い主さんってついつい叱ることが多くなっちゃうんじゃないかなと思いますので、ぜひね、ちょっとでもね、飛びつかない時にフレンドリーな子たちが多いから、逆にお利口にしてる時にね、アプローチかけた方が覚えるの早いんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもね、ワンちゃんに何しちゃいけないかじゃなくて、何したらいいかを教えてみてはいかがでしょうか。はい、